今週も始まりました流熱ゲーム TV。 今週も熱く語ります、沼尻です。はい、 e スポーツプレイヤーのケータです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は格闘ゲームの代表ストリートファイター5をやっていきます。そして先週見事ラド選手が女性対決を制しまして、トキドさんと対決する権利を得ました。さて、ラド選手、意気込みいかがでしょうか。はい、ゴキというキャラは戦ったことないのですが、体力を少しでも減らせるように頑張りたいと思います。はい、そしてトキドさん、どんな感じで勝っちゃいましょうか。いやー、どんな感じは、まあ僕は全力でやるだけですけれどもね。はい、よろしくお願いします。今回ですね、はい、まともにやってもちょっと勝ち目がやはり薄いので、時戸さんにはちょっとハンデを設けたいと思っています。そのハンデの内容なんですけれども、まあ、時戸さんの名前の由来である飛んでキックどうしたというちょっとあの名前の由来があるんですけれども、はい、この、キックの方を今回全部封印して戦ってもらいたいと思います。なるほど、トドさんになっちゃいますね。さあ、どんな戦いになるんでしょうか。それでは準備お願いします。はい、お願いします。世界チャンピオンと対戦できるなかなか。さあ、どんな対戦になるんでしょうか。バトルスタートです。ラウンド1ファイト。左がラド選手のメガ、右が時戸さんのコークですね。まずはもう時戸さん、普段やはり慣れてない戦い方だと思うんです、このハンデ戦って。慣れるまでにちょっと倒したいですね。なるほど。おお、よく見てました。やはり時戸さんクラスなんですが、後ろにワープするやつが本当は強いんですけれども、はい、しっかり止めてきますね。かなり押されてますね、ラド選手。いやー、もう、あー、ラド選手も結構動けてた方かなと。はい、まず一瞬で取っていたのは時戸さんです。しっかり必殺技が出してるので、はい、このワープが、ね、先週は続いていましたが、今週はそれを読んでますね、時戸さんは。やはり上級者の間ではあれが甘えになっちゃっているかもしれないですね。なるほど、パンチしか出せないとなると、ボタン6つあるわけですが、そのうちの3つ使えないってことですね。はい、そうです。はい、リーチの面、リーチも若干ちょっと豪輝側は苦しくなると思うので、うん、豪輝の前の外から攻撃したいですね。はい、ただ1戦目よりもラド選手頑張ってますね。頑張ってます。体力は互角か。さあ、飛び込んでいく、飛び込んでいく、これを防御で下がれる。ところでクリティカルアーツ決まってしまった。さすがでしたね。はい、キックを封じたところでハンデにはならなかったというところですけれども、まあ、初めてやるルールだったんですけど、あのそれなりに自分ではよく動けたなと思います。あとラドさんもちゃんと本当に必殺技がちゃんと出せてたんで、本当にいい経験ができたので良かったと思います。ありがとうございます。対戦これからもお願いします。はい、よろしくお願いします。今週はここまでです。また来週お楽しみに。熱くなろう流熱ゲーム TV。